今回の動画では三角比の相互関係ということでサイン、コサイン、タンジェントの中にも相互関係ね、お互いに関係し合ってるっていうところを見ていこうと思います。まず復習なんだけど、中学校の時に三平方の定理ってやったの覚えてるかな三平方の定理っていうのは斜辺の二乗、つまり R の二乗は他の二辺の 2乗の和に等しいっていうのが三平方の定理でした。そして今、x と y っていうのは r と θ を使って、x は r×cosθ、y は r シ s θ っていう風になってるよね。これをそれぞれここに代入すると、r の2乗 コサイン二乗シータ。そして、r の二乗、サイン二乗シータになるわけです。そうすると、両辺を r の二乗で割ることができるよね。r の二乗で割ると、これは、1イコール、コサイン二乗シータプラス、サイン二乗シータ。 という風になるわけです。これが一つ目の三角比の相互関係。cos2θ と s2θ。これ順序逆になっても大丈夫 sin 2乗。s2θ 足す cos2θ は1ですよっていうことがわかるわけです。二つ目。二つ目は、t a n g e n θ これは x 分の y という風になってたよね。これも、 x イコール r コサインシータそして y イコール r サインシータこれを計算すると r は分母分子にあるから消せるのでタンジェント θ っていうのはコサインシータ分のサインシータという風うに言えますよっていうことですこれが二つ目の相互関係 では、三つ目の相互関係はということで、一回消しますね。一つ目の相互関係は、sin2θ、ね、プラス cos2θ は1ですよっていうものでした。二つ目は、d a n g e n θ っていうのが cosθ 分の sinθ ですよっていうのも言いましたね。 三つ目は、この一番と二番を使うんだけど、一番を。コサイン二乗シータで割ります。両辺をね。そうすると。サイン二乗シータを。コサイン二乗シータで割る。コサイン二乗シータをコサイン二乗,乗,乗シータで割ったら、一だよね。同じものだから。右辺は。コサイン二乗シータ分の一になる。 そうすると、ここの部分って、この t a n ントシー θ イコール cosθ 分の sin θ が使えるので、t a n ント二乗2乗 θ 足す1が cos2 乗 θ 分の1になりますね。これが3つ目の相互関係になります。まとめたのをシートに書くと、こんな風に t a n ントシー θ は cosθ 分の sin θ。sin2 乗 θ と cos2 乗 θ を合わせると1になる。 1たすント2乗シータは cos2 乗シータ分の1ですよっていうことがわかりますね。では、これを使って実際に問題を解いていきます。シータは A 角とする sin。s i n ジ c o s シ t タのうち1つが次の値のとき、他の2つの三角比を求めようということなんだけど、まず s i n タが4分の1って与えられていたら、 サイン二乗シータプラスコサイン二乗シータイコール一なので代入すると四分の一の二乗16分の一たすコサイン二乗シータイコール一になりますからコサイン二乗シータは16分の15ということがわかるよねでコサインシータはまあ必ず0より大きい値になるので平方を取ると 4分のルート15ですよっていうことが分かりますね。じゃあ、タンジェントシータはーって言われたら、c o s タ分のサイ sinθ。まあ、こういうふうになるので、ここの4と4は約分されて、ルート15分の1というふうに出てくるわけです。まあこれ 三角比のところでもやったけれども、タンジェントシータっていうのは比のことだから、有理化をする必要もなく、このままルート15分の1というふうに答えておいて OK です。こんなふうに、s i n 2タプラス c o s 2タイコール1をうまく使って、s i n タだけじゃなく c o s タやタンジェントシータも求めていくようにしましょうね。では次の問題。コサインシータが三分の二の時ですけど、 これも同じように、sin2θ プラス cos2θ イ,イコール1だから、sin2θ プラス9分の4イコール1。sin2θ は9分の5となりますね。これを解くと、sinθ は0よりも大きいので、sinθ は3分のルート5ということがわかりますね。 タンジェントシータは c o s タ分の s i n タなので、これで2分のルート5ということがわかりますね。では、3問目。タンジェントシータは2ルート2というのがあれば c o s タと s i n タはどう求めれますかっていうことなんだけど、これは相互関係の3つ目の式。1プラスタンジェント2乗シータは コサイン2乗シータ分の1ですよっていうことが書かれているわけですね。では、これやると、1プラス2ルート2の2乗は 4×2 で8ですから。これを計算すると、9イコールコサイン2乗シータ分の1。コサイン2乗シータが9分の1ということがわかりますね。 コサインシータは0よりも大きいですから、コサインシータは3分の1ということがわかりますね。じゃあ、サインシータはどうなりますかっていうと、これもね、タンジェントシータイコール、コサインシータ分のサインシータですから。どうなるか代入すると、2ルート2イコール、3分の1分のサインシータになるわけですから、 サインシータは2ルート2に3分のをかけて3分の2ルート2という風に出てきますね。こんな風に三角比の相互関係をうまく使ってサイン一つ分かってたら他のコサイン、タンジェントが分かるという風にそれぞれのね、お互いの関係を使ってタンジェント、コサイン、サインというのを見つけていけるようになりましょうね。